1969年のドイツ連邦共和国切ってパーチェム・インテリストはローマ教皇ヨハネ23世によって1963年4月11日に発せられた会直である。発布の2月後にヨハネ23世はガンで死去したため彼によって書かれた最後の会直となった。また、これはカトリック信者のみならず、 すべての善意の人々に当てて強行が発した初の会直であり、人間個人が有する生存、尊厳、自由、教育といった権利を列挙するとともに、核兵器や軍拡競争を終わらせるための取り組みについて言及している。本会直において、ヨハネ23世は当時の冷戦ただ中における政治情勢に対して反応している。この平和の会直は、 ベルリンの壁建設から2年後、そしてキューバ危機からほんの数ヶ月後というタイミングで発表された。ヨハネ23世はこの会直の中で紛争は武力に訴えることによってではなく対話によって解決されるべきであると解き、さらにキリスト教徒的な人間理解の本質的規決として人権を尊重することの重要性について強調した。彼は次のように明言している。 すべての人間は生きる権利を持っている。肉体的に尊厳を保つ権利。人としてふさわしい形での成長を遂げるために必要な手段を有する権利を持っている。本会直は以下の四つの節に分けられる。本会直の日本語の題名はパーチェムインテリス、地上の平和である。パーチェムインテリスは以下の本会直冒頭の数語に由来する。パーチェムインテリス、 クアム・ホモンズ・ニーベルシ・キューピリス・サム・クエビス・テンポレ、アップテビラント、カンディ・カンファームリック・ノンポ・セコンズ・タット、ニシ・オルディネ、クエム・デウス・コンスタトゥート、サンクテ・セルバト、本会直を記念して、1964年に、パーチェム・イン・テリス賞が、ダベンポート教区ローマ・カトリック教会により、設立された。現在は、クアット・シティズ・パーチェム・イン・テリス連盟が授与を行っている。 ありがとうございます。